都市寄りのスポーツとしてだけではなく、全国に600万人以上の愛好家を有するまでに成長したゲートボールの第3回全国選抜大会が4月23、24の両日、新緑の美しい熊本県水前寺陸上競技場野球場に47都道府県192チーム1229人の選手が参加して盛大に開催されました。大会をここに宣言いたします。皆さんこんにちは。皆さん方のこのゲートボールの統合をですね依頼されましたので、何でも早い早いと言って聞くわけにいきませんので、スポーツ体育の お医者さん関係にも相談しましたところが、引き受けてやりなさいと。このぐらい安上がりで、しかも老人の老化防止にこのぐらい役立つものはありませんと。また子供もこれによって頭が大変進みますから、お受けしてあげてくださいと言われてお受けいたしました。財団法人日本ゲートボール連合におかれましては、日頃スポーツに親しむ機会の少ない高齢者の方々に健康の増進と仲間との触れ合いの場の提供を目的としてこの大会を開催されますことは誠に意義深いことと存じます。緑に輝きます熊本県の県都熊本市に、全国選抜ゲートボール大会がこのように盛大に開催されました。心から歓迎を申し上げますとともに、皆様方の優先完登を心からご期待申し上げます。衆議院参議院両院を通じまして、ゲートボール振興議員連盟というものを作っております。議員連盟を代表いたしまして、第3回の全国選抜ゲートボール大会にご臨席の各位に心からなる祝辞を申し上げます。笹川会長を中心に、細川熊本県知事、田尻熊本市長らによる始球式の後、24面のコートに分かれ予選リーグがスタート。地元代表の名誉をかけてその力と技を競い合いました。なおこの大会は明治大正生まれの男女チーム、昭和生まれの男女チームの4クラスに分かれており、男女別チーム編成を取り入れているのが特徴です。